彩り鮮やか。はい、やってまいりました。河原職員のヒーローにインタビューの時間です。この番組は様々な分野の専門家の方をゲストにお迎えし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に役立つていただければ幸いです。まだ僕らの本職は、ヤリの職員ですので、番組中、ただ下を噛むことがありますが、現場目線で役立つ情報を発信していきますので、今日も最後までお付き合いください。過去の放送も YouTube で、放送しています。YouTube で資料フォームで検索してみてください。この番組は、ヤリの職員のことなら、株式会社資料フォームがお送りいたします。本日のパーソナリティは、西沼がお送りいたします。はい、やってまいりました。今日はですね、東京の方で収録でお送りするんですけども、いつも通り CM の後ゲストさん早速紹介させてもらうんですけども、まあ、今回はですね、また素敵なゲストさんなので楽しみに待っていてください。一旦 CM に入りますのでお願いします。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む菊味噌加工を醤油めこぼを味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房を生活創楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで15周年、これからも地域とともに。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。ムービン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 、引っ越しするならムービン。ムービン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 、県内県外ムービン。お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。軽自動車の時代、軽がマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、軽がヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。はい、河原職員のヒーローにインタビューの時間です。はい、本日のゲストさん紹介させていただきます。コネクティングザドッツSNS マーケティングをされている阿部康隆さんです。よろしくお願いします。お願いします。阿部さん、その、SNS マーケティングされているということでして、はい、簡単でいいので、こうどういうものなのかを、はい、ざっくり説明していただければなと思うんですけども。はい、わかりました。皆さんもこの数年で、スマホを持ち始められていると思うんですけども、スマホ持ってから、西島さんもそうだと思うんですけど、はい、ホームページってこう見なくなって、はい、多分情報収集って、はい、Facebook、インスタ、Twitter とかアプリになってるじゃないですか、はい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 、で、世の中そういう流れになっているので、はい、企業とか個人でもそうなんですけど、はい、情報発信のチャンネルが、ホームページ、ブログだったものが、SNS になってくるかなっていうのが、はい、なんやかんや5年前ぐらいからずっと思ってまして、で、SNS っていうもので、企業からしたらその新商品、新サービス、はい、求人も含めてなんですけども、そこのチャンネルっていうもので、求人とかサービスとかの、インスタグラムとかツイッターとか作っていかないと、はい、そもそも世の中に情報が広まらないと、はい、で、そこのチャンネルを作っていっても、じゃあいつ誰が見てくれるかわからないので、簡単に言いますと、西島さんの会社であれば、はい、沖縄の人に、屋根修理やってます、補修やってますっていうのが情報が伝われば、はい、ビジネスに伝わりますよね、はいはい、そうですね。なので西島さんのところの、屋根であれば、ドローンとか、はい、
で、まあ、撮影すると、まあ、面白い絵が撮れたりとか、はい、興味出る絵があると思うんですけど、はい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 、まあ、そういう絵を西島さんの手霊ホームのインスタグラムで作ります、はい、で作ったものを沖縄の人に、うん、まあ、知ってもらう、まあ、このラジオと横並びの立ち位置で、はい、インスタグラムっていうものを手霊ホームで作って、はい、でそれをばらまくっていうシステムツールですね、はい、っていうのを開発させていただいて、はい、でそれでまあ、今営業と、はい、まあ、企業に対して その SNS の重要性とか、はい、まあ、営業セミナー通して、まあ、語らせていただいてるっていう会社やってます。はい、まあ、つながりとしてはですね、以前この番組も出ていただいた西川さんという方 の紹介で阿部社長を紹介していただきまして、でうちの方でもインスタグラムの方とあとなんですかね、 SEO 対策になるんですか。そうですね、ホームページの、はい、をちょっとアドバイスいただいて毎日更新してるんですけど、今多分ちょうど半月ぐらいなんですよ。で半月でインスタグラムで言うとフォロワーが40名ぐらいだったのが今さっき見た460名ぐらい。そうですね、なので普通に考えるとありえない数字だと思うし、僕も最初屋根の修理 でどこまで伸びるかと思ったんですけど、まあ西村さんのところはドローンの空撮とかもあるので、そういうのとか結構ドローンに救われた感じなんですね。あとはドローン使ってないものを見ていただけると分かるんですけど、はい、かなりシュールな仕上がりに、そうですよね、永遠この作業風景を撮ってるだけみたいな、はい、なんですけど、まあ、ああいうシュールさっていうのも実際、はい、インスタ受けするのが今日この頃なんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ結構早い時間になったんですか。結構なんだろう、他社のアカウントだと、はい、煮干ししか上げてないとか、そこまでシュールなんですね。煮干しの種類をひたすら何百種類上げてるアカウントでフォロワー何万人いたりとかするの で、はい、すごいですね。まあ、今後もし僕瓦とか詳しくないんですけど、はい、瓦の種類とか、はい、この瓦は ね、何がいいとか、はい、例えばなんか、はい、その雨に強いなのかとか、はい、重さがなんか軽いのに、はい、なんか耐久性あるとか、そういう瓦のプロダクト紹介っていうのもいいと思います、はいはい、なるほど、はい、そういうのも面白いですね、はい、でしかもその阿部社長からその SEO 対策として毎日ブログを更新してくださいってな言われてですね、このやってたんですよ。そしたら沖縄屋根とか沖縄屋根工事とか防水とかで調べても前だったら多分60番目ぐらいだったのが今3位以内に入るようになってきてて、狙ってるキーワードではもう全部3位以内に入るようになってきて、よかったです、はい、こんなに早く結果が出るのかっていうのが驚きだったんですけど、でももう本当に僕らの仕事はそのやってるものとしてはもう600年前からある工法をずっとやってるだけなので変わりないんですけど、でもやっぱもうこの今の時代に合わせてその営業していかないとちょっと厳しいものがあるなっていうのでお願いしているっていう経緯なんですけども、そもそもその SNS マーケティングをやられた経緯みたいなのをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、もともと僕25で起業してるんですけど、はい、まあ、25の前はですね商社でずっと営業をしてまして、はい、で商社の時はバイヤーですね、メーカーさんと交渉させていただいて、これが売れるか売れないかみたいな営業で、はい、小売店さんとかに持っていくっていうことをやってたんですけど、メーカーさんってこう、いいものいい成分とか、いいものができたら売れるんじゃないのと思って商品作っちゃう、日本どっちかというとその中小企業で、はい、生産業多いので、そういうところがやっぱ多くて、飲食でもそうですよね、はい、なんかラーメン俺のラーメンうまいから絶対当たるんだろうみたいなって言って、はい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 、ありますね、作っちゃうみたいな、はいはいはい、でも5年で潰れちゃうとかっていうのがほとんどなんですけどっていうので、いいものなんだけど今、さっきちょっとお話しさせていただいたように今消費者がインターネットを通じて情報をいっぱい選べるので、はい、で、消費者が、選択権がどうしても持ってしまうと、はいはいはい、で持ってしまうってことは反面中小企業とかベンチャーでも
伝える方法がきちんとしてたりとかすればいい、あのヒット商品になったりとかやっぱするんですね、はいはいはい、そういうところでメーカーさんに単純に売買だけではなくて、はい、プランニング、まあ、企画の提案ですね、まあ、例えばパッケージをもっとおしゃれにした方がいいとか、はい、価格をむしろ500円上げた方がいいとか、まあ、そういうアドバイスがいいとか、そうですね、やっぱ高いと目立つので、なるほど、あのなんでこんな高いんだろうと思って、はいはいはい、お客さんは商品の情報を読みに行きますから、はい、そうするとあの商品って売れたりとか、まあ、そもそも知らないと購買する時の選択肢に入っていかないので、なのでそういうアドバイスをさせていただいて、はい、結構あのヒット商品作りまして、はい、テレビ通販とか雑誌の通販とか、まあ、コンビニとかの商品とかなんですけど、で、はい、でそこからあのじゃあこれ別に元でかからないし、まあ、僕の頭のだけで独立できるなと思って25の時に起業しまして、はい、で最初まあそれでいろんなメーカーさん の、 その、はい、まあ、企画とか商品のプロデュースずっとさせていただいて、あと卸ですねっていうのをずっとやってまして、でその後に、はい、あのまあコンビニとかあのこう卸が始まってくると、はい、6ヶ月後にお金入ってくるとか、結構そうなんですか、企業大変なんですよ。へえ、結構大変、それちょっと参っちゃいますね結構参っちゃいまして、例えば1億円毎月売れてる商品があったとしたら、はい、6ヶ月後に1億円がその6ヶ月前の単月の売り上げが入ってくるので、はい、大体10億円ぐらい会社にないと会社潰れるんですね、はい売れてるけど潰れちゃうっていう状況が結構あって、でまあそれはいいもので売れてるのに、お金がまああのないから潰れちゃうっていうのがちょっと惜しかったので、であの金融ですね、あのまあファンドって言ったらかっこいいんですけど、そのファンドであのいろいろな投資家さんからお金集めさせていただいて、でそこでそのまあ成長余力のある会社で創業社長が、はい、まあ創業社長がまあ大概こう落ち込んでくるのって、はい、まあお金か、お金の問題か、はい、人の問題なんですよ、なるほど、大体、はい、で創業社長の落ち込みがなくなって元気になったら、会社って、はいはい、あの創業社長って2、30人分ぐらい働けるんで、あのなるほど、まあ、西島さんも創業社長だったらそこら辺分かると思うんですけど、はい、あのなので創業社長が元気になれば会社って業績倍々で上がるよねと思って、で、まあ、そういうところに、はい、あの投資させていただいて、はい、でまあ、普通のファンドと違うのが、はい、株も抑えなかったんですね、あ、株を抑えちゃうと、はい、創業社長乗っ取られるんじゃないのって思って、またモチベーション上げようと思ってるのに下げちゃうんで、あ、上場してるとそういう感じなんですね、そうですね、なのであのもったいないので、はい、そこは抑えずに、はい、あの投資させていただいて、はい、でまあ業績伸ばして配当を出すって会社やってまして、あ、でそこそこまあ規模感が大きくなって、はい、規模感大きくなってくるとやっぱマネージメントですね、はい、が主の仕事になってきて、はい、まだまだプレイヤーでいたかったので、はい、でまあそれをまあ役員退任して、はい、で今のコネクティングドッツ立ち上げまして、はい、で冒頭にお話しさせていただいたんですけど、はい、やっぱこれからの時代、まあ、5年前ぐらいですかね、やっぱそのもうホームページ見られなくなるかなと思って、いやでもこれ意外と聞いたら当たり前ですけど、はい、ホームページで見られるものってこう作る側を思うじゃないですか、はい、でも確かに冷静に思ったら、まあすごいその会社について調べたいっていう時以外って本当調べないですもんね、そうなんですよね、でやっぱホームページを調べるときって、はい、その会社だったり商品の固有名詞ですよね、はいはいはい、じゃあシュレーホームっていう名前が沖縄の、はい、沖縄県民が何パーセント知ってるんですかね、はい、いやー何パーセント言ったらほとんど知らないじゃないですかねでこれが多分真実というか現実なんですよ、うん、はいはいはい、だけど、じゃあ屋根の修理って沖縄で、はい、まあ、台風もこの間ひどいの来ましたけど、はい、まあ、ああいうのが来ると、はい、まあニーズっていうか、はい、絶対出てきますよね、はい、じゃあその時にシュレーホームっていう名前を、はい、沖縄県民の方がじゃあ今
5% も知ってないっていうところで、もしそれが現実だとしたら、じゃあ 5% が2%、7% 上がるだけで、今西島さんの会社の売り上げってプラス 20% は増するんですよ、っていうのが僕のマーケッターとしての理論で、じゃあその20% 上がったら良くないですかっていう、いやかなりいい、かなりいいですよね。従業員にも給料払えるし、認知されてないってもう言うたらないのと一緒みたいな感じですよね。いや本当にやってないのと一緒で、ね、いや本当そうで、いい例えばサービス、価格帯持ってても、知られていなければ、そのじゃあ、沖縄で、まあ、瓦すっ飛んで直そうと思った時に、どこに発注していいか分からないので、でもそれが守礼ホームっていう、まあ、こういうラジオもそうだし、SNS とかで、まあ、沖縄県民の方って、まあ、ラジオを聴いてる確率が高いので、まあ、こういうのは有効です、ラジオは有効だと思います。でプラスやっぱインスタも、まあ、スマホも普及してますんで、じゃあインスタグラムをやるやらないっていうと、やってですね、しかも沖縄の方に知ってもらえれば、でまあフォローする、でこのフォローっていう概念も形が変わってるだけで、一昔前とは同じことが全く起こっていて、そうなんですね、メルマガってなんか登録しません、登録しますね、メルマガとインスタグラムとか SNS のフォローって、ほぼ一緒だと思っていただけるとすごい分かりやすいかなと思っていて、でインスタグラムとかメルマガって興味あるから、フォローするじゃないですか。でもメルマガもそうですよね、スニーカー好きだから靴屋さんのフォローするとか、 そうですね、そこの情報欲しいとか、欲しいってことじゃないですか、でそれが例えばなんかマイホーム僕が沖縄で建てて、でマイホーム建てた後ってじゃあ何の情報が欲しいかっていうと、まあリフォームとか、の情報が気の利いたところが発信していれば、まあそこって押さえとこうかなと思って、これが、まあ、メルマガ購読であり、PC の時代のホームページのブックマークですね、でブックマークってしてたじゃないですか、そうですね、でそこの立ち位置がフォローっていう形に変わってるだけなんですね、もう簡易的になったとはいえ仕組みとしては同じ、仕組みとしては全く同じで、で企業からしたらフォロワーが増えてくれば、毎日自分の会社のやっていることっていうのを発信して情報を届けることができるので、西島さんの今会社であれば、400人から500人に、守礼ホームっていうのを1日こう1個ポンって投稿すると情報が伝わりますと、でそうするとそもそも守礼ホームっていうことが、知らない人に毎日毎日フォロワーになって、まずはフォロワーになってもらって、そこに情報が届けさえすれば、刷り込みというか、覚えてもらえる、そうですよね、で覚えてもらえると、じゃあいざ台風来てとか、なんか災害にあってとかトラブルあった時に、なんか屋根どうしようか、そういえば、インスタでなんか屋根のところフォローしてたわみたいなっていうので、自分のフォローリストを見て、で守礼ホームとかっていうところに行って、そこでじゃあここの会社の料金っていくらなんだろうっていうところで、ホームページに始めていくとか、あとは、普段、沖縄の方で、結構地場で親戚の方とか、やっぱ近くに住んでたりとかすると思うので、じゃあそのなんだろうな、移動の会議なのか、世間話で、いやちょっとこの間なんか屋根なんか見たらなんかボロボロで瓦がみたいなって話になった時に、あ、そういえばインスタでなんかこういうとこあったから、なんだっけってなって、でそれ調べて、で、これ守礼ホームっていうんだみたいな、だからここなんか良さげだから、ホームページ見てみたらみたいなとか、っていうので、もしかしたらそのフォロワーが相談、屋根の修理とか、親戚とかからなんかこう話になったりとか、友達と話になった時に守礼ホームっていうのを伝えてくれる営業マンになってくれるっていうことも可能性として、なんですかね、幅広く、
構築できるのが僕は SNS かなと思ってまして、はいはい、本当その通りですね。もう正直安倍社長と会うまで何ですかね、驚くさく足で稼ぐみたいな感じだったんですよ、はい、で4年間やっててですね、はい、の紹介とかそういうのだけで会社運営、はい、まあ、それもすごいですけどね、それもすごいですけど、まあ、ライバルがいないっていうのと、はい、営業する会社も ないので、はい、っていうのでやってはいたんですけど、はい、なんでもうそのアクセス解析入れても、はい、もうシュレンホームでしか聞けないんですよ、はいはい、まあだからラジオ聞いてラジオやってる屋根の会社だよねっていうところで調べたりとかってことですね。そうですね、はい、でそれがちょうどタイミング的にも台風来て、はい、ちょうど困ってるみたいな人が出てきたぐらいで、はい、ちょうど SEO 対策とかいろいろ始めた時だったので、はい、もうタイミングとしてはバッチシで、はい、未だに台風被害のホームページ見て電話しましたとか、はいはい、メールしましたみたいなのがようやく来て、はい、4年間やっててホームページからの問い合わせ初めてだと思ってホームページはホームページで必要だとしてもやっぱりそのホームページにまず来てくれるまでのこの仕掛けみたいなのが、そうですね、本当に大事ですよね、はい、なのでもう本当に企業って、はい、新規のお客様って欲しいじゃないですか、はいはいはい、で新規のお客様って多分皆さんもそうだと思うんですけど、はい、まあ、インターネットとかで、まあ、屋根とか、まあ、車買う時とかもそうかもしれないですけど、はい、まあ、いろいろ調べるじゃないですか、はい、調べる心理って、はい、なんで調べるかって、はい、冷静に考えて小学生とかに伝えるとしたら、はい、なんて伝えます？調べる心理を、調べる心理、なんで調べるのかっていう、まあ、単純に好奇心とか、はい、それが好きとかそういうのもあるじゃないですか、はい、例えば何かを買おうと思って調べるときに、はい、大多数の人の心理としては失敗したくないっていう心理なんですよ、はい、でこの失敗したくないっていうのが、はい、特に日本人が多くて、はい、失敗したくないっていうことで、はい、でそこを企業側が値下げっていうことって、うん、要はうちの商品とかサービスって、はい、その高いと思われたら、まあ、リピートないわけで、はいはい、だからこうリスクマネジメントとして値下げっていうものが世の中行われてるんですけど、はい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 、サービスに自信があって、はい、顧客満足が取れるんであれば、はい、僕値下げする必要ないと思ってるんですね。本当それはすごい同感ですねいやこれ本当に沖縄の癖なのか分かんないんですけど、はい、あらゆる業界値下げ合戦なんですよ、はい、でも例えばダイビング業界とか、はい、これ言っていいと思うんで言いますけど、はい、もういろんな他社から参入してくるので、うん、地場でやってた人たちももうそこに合わせて値下げ値下げして、はい、戦う要素が値下げしかないので、はい、でも結構こうそれで人連れ出ちゃうので、昔は1人インストラクターがいて4人見れたのが、はい、今倍の8名とかを1人が見るとか、はい、危険ですし大丈夫なのみたいな感じになってて、そうです、ね、結構沖縄ってそういう業界多いですね。なので実際なんだろうな、じゃあその値下げをしないことによって、まあ、今西島さんがその沖縄 の、 そのダイビング業、はい、ダイビング の、 そのジャンルでお話しいただきましたけど、はい、僕がもし今、はい、ダイビングをの事業を沖縄でやるとしたら、はいはいはい、これかなり必見なんですね、はい、だとしたら、はいはい、もう本当にインストラクター1人で、はい、1人に対してもう2人、まあ、マックス4人、まあ、2人、まあ、2人かな、はい、2人しか見ないっていうのをして、逆に割高な、のをやります、はい、で、はい、例えば SNS とか、はい、ホームページには何を書くかって言ったら、はい、まず、1は、はい、そのダイビングスポットっていうのを、はい、まず SNS で、はい、じゃあ、まあ、僕がインストラクターってことは僕もダイビングするわけなんで、はいはい、あ、そうですか、あ、そういうことですね。あ、そうですね、はいはいはい、ダイビングするわけなんで、はいはいはい、であれば、はい、その水中カメラとか買って、綺麗な映像を撮って、
やこんなダイビングスポットがあるよって言って、はい、今インスタで、はい、とホームページ更新して、はい、まあ、まずそれで作ります、はい、それまあ宣伝の、はい、まあ、ビラというかツールです、はいはい、でやりながら、はい、もう一つは、はい、じゃあそのダイビングでお金を使っていただく方って、はい、まあ、基本観光というか旅行者だと思うんですけど、はい、であればもう一つ僕が、はい、調べるのは、はい、日本においてのダイビングの事故率っていうのを調べて、はい、でダイビングの事故率っていうのをホームページに書いといて、はい、じゃあ事故の革新的なアイデアですね、で、はい、事故の原因を強調して伝えといて、はい、じゃあこの原因って、はい、そもそもじゃあ1人が8人見せたから起こるってことであれば、はい、1人が2人しか見ないっていうので、はいはいはい、であればせっかく その旅行に来てそのリスクがあることを、はいはいはい、安くて取りますかっていう裏事情をブログとかで書きますね、はい、なるほどですね、はい、信用されますもんね。そうですね。でそうすると、はい、もちろん、そうなんだろう、学生とかでお金がない旅行者とか、はい、まあ、低予算で来る方々は、はい、そっちに流れちゃうと思うんですけど、はいはいはい、ただじゃあちょっとご年配 の、はい、お金に、まあ、糸目をつけないというか、はい、純粋に旅行を楽しむ、はい、旅行者の方とかはのニーズが取れて、はい、まあ、少人数で高利益でやれるのかなっていう感じですね、はいはい、なるほどですね。いやでも本当にこのちゃんとお金取って安全面とサービス充実させた方が絶対紹介とかも増えますし、はい、そうですね、はい、もう、まあ、もう言っていいのか分かんないあれですけど、はい、評価とかもすごいこと書いてあるんですよ。ああなるほどなるほど。あその8名とかの、そうですね、はい、もうそれが普通になっちゃってるので、はい、なんかもう観光客の中の沖縄のダイビングのイメージ自体がどんどん下がっていきますし、はい、でも海とか魚もいるけど人の方が多いんじゃないかみたいな状況になってしまって、まあ、それもあるでしょうね、はい、いやそうですよね。なんで本当捉え方というか、はい、がまあ多分こう思いつくと思うんですよ、はい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 、今僕が話したようなことって、はい、思いついたとしてSNS って0円でできるんで、はい、だそれでとりあえず発信してみると、はい、でそれが受けるか受けないかっていうのはそのフォロワーとかなんかで、はい、まあ、指標として取れるので、はい、でまあやってみて、はい、で世論を取って、はい、でそれがいいのか悪いのか判断していただいて、はいはい、でまあ事業っていうのを加速させるのか、はい、もう一回サービス見直すのかっていう判断にも多分使っていただけるのかなと思います。はい、はい、安倍さんの中でその結構その、なんですかね、マスメディアを使った宣伝とかってどう思いますか？はい、マスメディアは、それ、まあ、はい、やった方がいいか、やんない方がいいかって言ったら、はい、いや、お金関係ないとしたら絶対やった方がいいです。はい、まあまあまあ、それはそうですね。絶対やった方が良くて、はい、ただ、このマスメディアも、はい、今考え方は僕一つかなと思っていて、マスメディアの、まあ、雑誌、はい、テレビの方々って、はいはい、の編集とか制作会社の方って、はい、今ほとんど、はい、まあ、1日3時間から多い時6時間ぐらい、はい、SNS をパトロールしてネタ集めてるんですね。そうなんですか？はい、へえ、そんなリサーチの仕方なんですか？いや、結局ですね結構多分 今まで、はい、例えば、なんていうんですかね、編集とかの現場って、はいはい、いや、お前となんかちょっと足で稼いでこいみたいな感じだったじゃないですか。はいはいはい、そんなイメージがあります。そんなイメージあるじゃないですか、スクープとかも。はい、で、足で稼いでこいっていうのを、はい、じゃあ、新人に言ったところで、はい、もうなんかもう箸にも棒にも引っかかんないっていうか、そもそもどこに行っていいか分かんないっていうのがあったと思うんですけど、はい、今、SNS って、はい、勝手にもうこの話してる今でさえもう秒単位でもう何万っていう投稿がバカすか上がってるわけで、じゃあその中に例えばじゃあ六本木のカラオケとか、じゃあ沖縄の那覇空港でなんか誰か芸能人いたみたいな、で誰かがピシッと撮ってツイッターとか上げちゃって、じゃあそれがなんか那覇空港で
A さんと B さんがなんか手つないでたみたいなのが、はい、じゃあ西島さんがその東京とあの沖縄を往復してる中で、なんか飛行機でいたぞみたいなっていうのを西島さんのピシッとこう撮ってあげたら、でそれがもしかしたらフライデーの、あの言っていいのかわからないですけど、まあその某あのなんとか法とかのところがあのこうなんですかね、見て、あ、なんか沖縄往復してる社長が飛行機で誰だ誰だ見たみたいな、ツイッターで上げてっけどみたいなって言って、沖縄のなんか特派員とかに電話して、はい、多分このホテルじゃないかみたいな貼ってて、はい、スクープ取れちゃうみたいな、はいはいはい、っていうのって今の時代怖いですけど、そうですね、全然あるので、であれば、はい、あのお金をかけれるんであれば、はい、僕はかけた方がいいと思います、はい、だけどかけなくても、はい、要は、本当は、お金をかけて、はい、あのお金をかけなくても、はい、いいネタっていうものは取材に来ますから、はい、向こうもサラリーマンなんで、はい、あのスクープはあったら、はい、まあ、うん、そのやっぱり褒められますから、はい、なのでそういうところを、はい、あのが何をして業務をしてるかっていうと、はい、やっぱり僕もあの放送作家とかの友達とかに聞いたら、はい、やっぱそういうことが生の声としてもらえたので、はい、じゃあ中小企業とかで、はい、まあ、あのこう何かこうアピールしたいってなったら、はい、そこにあのを逆手にとって、うん、自分しか発信できないとか拾えない情報っていうのをバンバン上げていくと、はいはい、でそれこそダイバーでもじゃあ1時間あたり、はい、あの30万いただきますみたいな、はいはいはい、っていうダイバーだったら、はい、いや君何してくれんのっていう、まあ、逆に聞いてる、逆に聞いてるじゃないですかであればもう1時間30万とか、はいはいはい、で来る人いますよね、はい、それこそなんかその貝とか、はい、まあ、そのアワビとか伊勢エビとか、はい、まあ、まあ、わかんないですけど、はい、その勝手に、まあ、そのもし取れるとしたら、はいはいはい、例えばそのなんか取ってあげて、うん、じゃあなんか浜辺でバーベキューまでフルコースで、はい、あのおもてなししますとか、はい、まあ、いかようにも多分できると思うんですけど、はい、あのまあ、取れないにしても、はい、あのじゃあそのシーフードっていうのをダイビングの後に、はい、あの一級のシーフードを、まあ、バーベキュー専門の料理人がバーベキューしてくれるっていうところまでフルパッケージ作るとか、あ、ね、まあ、1回目でも多分できると思うんですけど、はいはい、なんかそういう高いっていうブランディングとかくくりだけでまずコンテンツ作るだけでもテレビとかに欲しいんですよね、はい、なるほどですね、はい、そういうこともあるんですね、そういう可能性もあるので、まあ、可能性があるってことは、はい、裏返せば、はい、仕込んどけば、はい、拾ってくれる可能性があるので、なので西島さんの会社も、はい、あのなんかただ粛々とこう、うん、なんかこう、はい、屋根っていうのをやるっていうのももちろんあれなんですけど、はい、なんかこう屋根業界でちょっとこう異端児じゃないですけど、すで、はい、に異端児感がすごいありますよね。さらになんか、はいはい、こうなんかちょっと面白い、はいはいはい、面白いというか。はいはい、なるほど、やっていただくと、はい、その事業のアイディアが勝手に走って PR につながるっていうことも、はい、多々あると思うので、いや勉強になりますね。な、屋根なんですかね、屋根だったら何なんだろうな、もう結構時間が残り時間が結構迫ってきてしまったんですけど、あ、早いですね、早いですね、あっという間ですね、はいはい、まだあのお話付き合いところなんですけども、一旦 CM に入りますので、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて、お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、普天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。女性はいつだって綺麗でいたい。
エステティックサロンルカはそんなあなたの美をお手伝いします。くつろぎの空間で施すフェイシャルエステ、まつげエクステ、まずはお電話にて無料カウンセリングのご予約を。 893-3331 エステティックサロンルカ宜野湾店。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は892-8688。安心事前のご相談は葬儀社進化へ。はい、やってまいりました。河原職員のヒーローにインタビューの時間です。いやー、面白いですね、 SNS マーケティング、まあ、可能性は本当にかなりありますね、はい。で、なんですかね、この間沖縄県の方で役場の方でちょっと呼ばれて行ったりとかしてるんですけど、はい、結構、まあ、沖縄県の中の、まあ、場所にもよるんですけど、呼ばれた南部の方とかでは結構起業して1年目で潰れる会社とか、はい、まあ、個人事業主も含めてですけど、はい、もう8割8割 ?1 年ですか？異常に多いっていう話で、はい、まあ、はい、場所にもよるんですけど、まあまあまあ、南部の方が特にそうで、はいはい、で、まあなんか自分の方もそのインスタとかやるにあたって、はい、僕たちのそのお客様っていうのがやっぱ50代以上の方とか、はい、まあ Facebook は年配の方もやられてるっていう情報を配信したので、はい、Facebook はやってたんですけど、はい、Instagram に関してはアカウントすら作ってない状態だったので、はい、でもう、まあでもいろいろお聞きしたら年配者の方も増えていって、はい、全然マーケットとしてちゃんと成り立つよみたいな話もお伺いしたので、はい、多分この沖縄県においてその潰れる会社すごいあるっていうところで、はい、今回のこのラジオの話ですごいいろんな方に何ですかね使える情報だと思うんですけど、はい、なんかその沖縄の方がその阿部さんにその SNS のマーケティングっていうのを頼めることは頼めるんですよ、ね、もちろん、はい、一回打ち合わせとかも必要なんですかね。そうですね、打ち合わせ、はいはい、スカイプとかでも、スカイプでも大丈夫です、はいはい、じゃあもう完全にスカイプとかで、そうですね、つながりさえすれば、はい、そうですね、お願いできるっていう、はい、そうですね、はい、まあ、なんかもちろんその仕事上でここまでは言えないみたいなのあるとは思うんですけど、はい、なんか例えばその多分結構興味ある話題だと思うんですけど、はい、実際インスタグラムとかやってフォローの増やし方とか、はい、そういうのでなんかその誰でもできるみたいな、なんかその情報みたいな、あ、なんかワンポイントアドバイスみたいな。そうですね、で言うと、はい、ですね、去年、はい、インスタ映えっていう言葉が流行語になりましたけど、で言うとですね、一つその写真の撮り方とか動画のコンテンツで言うと、はい、企業からしたらインスタ受け、はい、まあ、要はインスタから問い合わせが増えるっていう方が欲しいと思うんですよ、はい、あ、であれば、写真加工は絶対しないでください、はい、あ、そうなんですか。生っぽい方がいいです。へえ、結構しますよね、はい、皆さんこれはしない方が絶対リアクション取れまして。そうなんですか、はい、要は加工してるとなんか隠してるんじゃないかとか持ってるんじゃないかってなって、これ信用が失われるんですこれむしろちょっと下手くそなぐらいがなんか親近感が受けるあるというか、はい、へえ、そうなんですね。そうなんです、はいはいはい、まあ嘘ついてないというか真実だよねっていう方が実際良くてですね、はい、写真加工はしないっていうだけでも、はい、これ結構大きいです。あ、そうなんですね、はい、へえ、なんかその、まあ、確かにビジネスとかだと余計そういう信用とかって、そうですね、はい、だからこのなんか新入社員とかにお前取ってこいって言って、はい、ちょっと取ってきたのが、はい、まあ生っぽすぎて、はい、なんかお前もうちょっとなんかこう加工とかなんかできないのとかで言われたら、はい、やっぱ若い人担当することが多いと思うんで、はい、であればもう本当にいやいや社長逆ですよと、はいはい、なるほど、いや今生っぽいのが受けるんですっていうので、はいはい、本当騙されたと思って、はい、今日は加工したもの、はい、で明日は加工してないものをあげた時にいいねのつき方が絶対違うと思います。へえ、はい、そうなんですね、はい、いやなんか自分も加工するの加工してたなと思ったんで、はい、加工はもうやめてください、ね、生っぽい方がいいです。はいはい、はい、なるほど。まあ、画像動画の編集とかは入れてもらっていいんですけど、はい、ああそうなんです、はい、だからあんまりなんかこうかっこよ
く作りすぎるのも、はい、まあまあなんかあんまり最近僕らの今クライアント先見ててもどうかなっていう、はい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 、まあやっぱそのインスタもインスタでいろいろ変わってくるんですね。いやかなり変わってきますね。でまあ Facebook 社がやってるものなので、はい、インスタ、まあ、子会社というか、はい、同じ資本関係なので、はい、なので、まあ、Facebook ユーザー、はい、年配の人っていうのも今後インスタは多分使うと思います。ああ、はい、なるほどですね、はい、そのなんか流れがこう変わっていくとかって、はい、その見方としてはどういう形で見ていくんですか。うーん、すごい難しいとは思うんですけど、一つは僕らの立ち位置で見るところは広告の出稿量ですね。広告の出稿量、出稿のボリューム、大概、はい、アプリとかコンテンツが終わるタイミングっていうか、はい、収束なのかなっていうトレンドを僕が見極めるときって、はい、広告が乱発してくるんですよ。いろんな広告がバカスカ出始めるんですね。それはどこが出す広告なんですか。いやもうあのその媒体側が広告を許してしまってるっていう、はい、ああもう安くても、はい、もう安くてもガンガン打ち始めるってなると、はい、あもうこのアプリ終わったかなみたいな。あそうなんですね。多分皆さんもいろんなあの SNS とか過去使ってきて、はい、もうあの使っていない SNS とかってあると思うんですけど、はい、多分そういうの見返してもらえると広告がいっぱい多分出てるんですよ、はい。でもインスタとかの場合はまだそんなに広告のボリュームが出てこないので、はい、であればまあその運営企業としてはきちんと温めてまだ2年3年先まで見てるなとかっていうふうに、まあ一個トレンド予測というか、はいはいはい、ああそういうので見ていくんですか、はい、なるほどですね。やっぱり時代としてはやっぱ Facebook よりインスタっていう感じですね。そうですね。まあ、Facebook は本当実名でやっぱり何ですかね、信用というか、まあ、アカウントあることでまあっていうことの方がやっぱ多くて、更新してる人もやっぱ年々少なくなってきてるし、ただまあ持っているだけの人がやっぱり多くて、もう見るだけ。そうですね、見るだけですね。でまあインスタとフェイスブックも連携、まあ同じ会社なんで、はい、あの連携してて、うん、なのでまあ今後、はい、あのまあ彼らむちゃくちゃ体裁が集まってるので、はい、まあ何かしら、はい、その、はい、なんだろう、ユーザーをこう両方やらないとアカウントは持てないとか、うん、まあ、究極そこの力技まで持ってかれたら、はいはい、まあフェイスブックであの獲得した会員って、はいはい、インスタグラムにスライドできますから、なるほど、まあそういうところで言うとまだまだ可能性ってあると思いますけど、うん、なるほどですね、はい、いやでも本当にこんな無料のコンテンツがいっぱいあるのに、はい、もうなぜ使わないか、自分も使ってなかったあれですけど、はい、改めて考えると謎ですね、本当に。いや本当になんか、はい、まあ何ですかね、生産業とかで言うと、うん、今のその600年変わらない工法とかってあると思うんですけど、はいはい、でもやっぱり宣伝方法とか、はい、あのはやっぱ時代によって変わるので、はい、なんかそういう部分はそうですね、やっぱついていかないと、はい、しかも一人のこの営業マンをちゃんと育てるコストと労力と、はい、この SNS をまずまあ、インスタ、フェイスブック、はい、ちゃんとやっていく労力って断然こっちの方が軽いと思います、ね、そうですよね、はい、しかも意外とやってみると最初毎日って言われた時は結構うって大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、はい、慣れると結構15分とかでそうですね、できちゃったりする、はい、そんなに負担ってないなと思いましたね。そうですね、はい、あと筋トレと一緒で、はい、フォロワーって積み上がってくると、はい、減ることないので。確かにそうですね、はい、でも過去の投稿とかだといいね4とかだとか、はい、普通に100以上そうですね、何投稿しても100以上つくようになってる、はい、アプリ開くと楽しくないですか、はい、なんかいっぱいこ うなんか、はい、ハートをいっぱい入れてモチベーション上がってくるんで、はいはい、でこれがまた1000とかになってくると、あの1回の自分の投稿が世の中に、はい、まあ、何千件って届いて、はい、1000いいねっていうふうに支持されたんだっていうので、はい、またモチベーション上がるので、ある一点からいい循環になるんですよ、さらに。そうなんですね、はい、へえ、はい、いや面白いですね。そうすると病みつきになってくるんで、はい、するといい投稿が生まれて、はいはいはい、でまあ倍々で、はい、やっぱりそのチャンネルが成長していくっていうことになるので、なるほどですね。この阿部さんの方に、阿部さんにインスタグラムお願いすると、はい、こう
なんですか、 AI みたいなのが勝手にやってくれるんですか。そうですね、その仕組みも全然知らなかったので、はい、そこも自動化できてるんだな。そうですね、まあ、簡単に言うとですね、はい、西島さんの会社は、はい、沖縄県民の方がターゲットじゃないですか、はいはいはい、ってことは、北海道の人に情報が届いてもあんまりしょうがないわけですよね。そうなんですよね、はい、であれば沖縄県にいる人って何投稿してるか、はい、まあもちろん GPS とかもついてるのであれなんですけど、はい、まあ、そこはまず一つ、はい、であともう一つはじゃあ県民の方しか行かない、はい、まあまあ、パン屋さんなのか、まあ、飲食店とかってありますよね、はい、でそういうところをじゃあなんとかパン屋さん行きましたとか、はい、どこどこで買い物しましたみたいなのが上がってれば、はい、この人って沖縄県の人だよねとか、それ AI なんですかね、 AI が、まあ、そうですね、判断してる、そうですね、はい、すごいですね。でそれで判断して、はい、じゃあ西島さんの会社であれば、はい、沖縄県民、まあ、全体的に、はい、まあ、これから家買う人も含めて、はい、まあ、知っといてもらって損ないじゃないですか。うん、でその人のおばあちゃんは家買ってたりとかするんで、はいはい、いや本当そこですよね、はい、で孫から、まあ、はい、なんかおばあちゃんの家見に行った時に瓦壊れてたら、はい、じゃあちょっと司令さん電話しようみたいな、はい、なるんで、はい、でなので誰が知っててももちろんよくて、はい、であれば、まあ、なんですかね、そういう孫とか、はい、じゃあ沖縄県 の若者にも伝わっても、はい、全くそんなことってないと思うので。なるほどですね、はい、であとは沖縄県の中で、まあ、競合が少ないっていうのがあるんであれば、はい、もうなんか屋根っていうワードが出たら、はい、ああ守礼さんでやったのとか、はいはいはい、守礼さんだよねみたいになる確率が今から進めるときは、はい、もう本当に市場取れるんじゃないかなと思って。そうですよね、はい、なるほどですね、はい、これってもううちの会社はもう平均的なこう、いやいや、どっちかというと平均より伸び率あると思います。あ、そうなんですか、はい、しかもこれ例えば全国で屋根のリフォームやってる守礼ホームであれば、はいはいはい、もっと打ち方ってあると思うんですけど、はい、沖縄県の人にしか当てていなくて、このフォロワーの伸びって、はい、結構なんですか、ね、そうなんですね、いや結構僕のイメージより伸びてます、はい、あ、そうなんですか、はい、でこれ多分伸びてる理由って、はい、まあ僕クライアントさんによくお伝えするんですけど、はい、多分こう西島さんが挙げられてるコンテンツに気合が入ってるからなんですね、はい、これ結構大事で、これ気合が入ってる、はい、入ってない、まあ、さっきの画角を気にするってよりも、はい、魂を込めて撮影するかとか、はい、こっちの方が結構大事で、そうなんですね、IT だからこそ結構志というか、はい、マインドが結構その、ね、はい、注入する必要って僕はあると思っていて、見えない部分なんですけど、ね、数値化もできないし、はい、お客さんに伝えるのってすげえ難しいんですけど、はい、でもそれができてるできてないって、はい、これ結構反応に変わってくるので。そうなんですね、はい、それはもう文章もしかり、あ、文章もしかり、はいはい、なるほどですね、コピペはダメですっていう。なるほどなるほど、はいはい、まあ署名ぐらいだったらいいですけどね、はい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 、守礼ホーム問い合わせこちらみたいな、はい、定型文はいいですけど、はい、それ以外の文章は毎日ゼロから起こしてくださいっていうのは酸っぱく言ってます、はいはい、クライアントさんに。いや、やっぱ分かるもんなんですね。自分がちょっと見たりするのはあんましないので、はい、あれなんですけど、やっぱりなんかずっと見てる人って、はい、まあ、人間も動物なんで、はい、そこら辺の何ですかね、感覚的な判断っていうのは結構あるかなと思ってて、はい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 、なるほどですね、はい、いや面白いですね。なんかこう技術が進めば進むほどまだまだやっぱ心の方があれなんですね、まあ、そうですね、進んでもやっぱり最終なんやかんや人なんで、はいはいはい、お金出すのも、はい、受け取るのも、はい、でサービスするのも人なんで、はい、やっぱその気持ちってすげえ大事だなと思って、はい、なるほどですね、はい、いやなんか面白い話がたくさん聞けて、多分リスナーの人にもすごい、はい、でもインスタっていうもの自体もそうですし、はい、多分ビジネスとしてインスタ興味ある方ってすごい今増えてきてると思うので、はい、そう話としてはすごい面白い、皆さん興味ある話だったと思うんですけど、はい、ちょっと残りがもう5分ほどっていう感じで、あ、5分早いね、はい、
まああのまあその SNS マーケティングはそうなんですけども、はい、もう安倍さんにとってその何ですかね、ものを売るというか、はい、そのマーケティングしていくことも全体含めてなんですけど、何、はい、ですかね、そのものを売るっていうことに対して、はい、やっぱ売れるもの売れないものってやっぱあるじゃないですか、はい、絶対法則性みたいな、そうですね、はい、そういうところなんかちょっとお話聞けたらなと思うんですけど。まず一つは、はい、圧倒的に自信を持つことが僕大事だと思ってて、はい、自分の製品に、そうですね、はい、で値下げした段階でもう僕は自信がないかなと思ってます、はい、なるほど、なので、まあ、値下げしなかったら、はい、まあ別にいいわけなんで、はい、まあまずは自信を持つことっていうのと、はい、あとはやっぱ売り方の問題なのかなと思ってるんですけど、はい、いわゆるブランディングみたいなことなんですか。まあ、そうですね、はい、ブランディングっていう部分ももちろん絶対必要だし、はい、でもそのブランディングって結果、はい、自社で作るっていうのももちろんあると思うんですけど、はい、僕はどっちかっていうと、はい、消費者がそのブランド、はい、メーカーを作るもんだと思っていて、それが結果ブランディングだと思ってるんですね、はい、なのでなんていうのかな、メーカーがこうだよっていうのって、はい、結構厚かましいのかなっていうのは僕結構クライアントさんに言うんですけど、まあでも物を売るってそもそもそうですね。そうですね、はい、でいいサービスとかものであれば、はい、お客さんがまたお客さんを紹介してくれるので、うん、そうですよね、でそれの連鎖が勝手にブランド構築になるのかなっていうふうに思ってます。あ、はいはい、であとは、売れてないっていうことは、はい、多分自信がないか、はい、売り方を間違ってるか、で売り方が間違ってるかっていうのは、はい、どうだろうな、簡単に言うと、はい、全員にモテようとしてるのと一緒なのかなと思ってて、例えばなんか濃い人が好きっていう人がいて、はいはい、じゃ自分の顔が薄かったら、はい、その人にモテようと思って、はい、のって難しいじゃないですか、はいはい、そうです。であれば別に薄い人が好きな人に圧倒的にモテればいいわけで、じゃあ濃いタイプの人はもう切っていくっていう、例えば婚活であれば、まあ、そういうのって僕大事だと思ってて、全員にうちの商品を気に入ってもらえるっていう自信はこれちょっといらないかなと思ってて、でもこの領域では絶対負けないっていう、はい、だからこれで、ね、例えばじゃあ屋根のリフォームで全国でナンバーワンになろうと思ったらめっちゃ大変じゃないですか。いやそうですね、はい、上には上がいっぱい、ね、上には上がいっぱいいるし、はい、屋根もいっぱいあるし、はい、であるじゃないですか、はい、だけど沖縄のその瓦の修復とかっていうのを踏まえた上での太陽光とかでは絶対負けないし、とか、ね、はい、あとやっぱ沖縄の職人との連携が絶対取れてるっていうところで天下を取るっていうのはまあできると思うんですよね、はい、っていうふうに、まあ、全部を取ろうと思ったら難しいと思うんですよ、はい、うんうん、そうですね、だけどなんか、まあ、やっぱり自分で、はい、なんていうんですかね、抱えられるものって、はい、数字もお金もやっぱ限界あるので、はいはい、なるほどですね、はい、あ、そうですよね、はい、意外とそのやっちゃいがちじゃないですか、はい、その例えばターゲットを絞るって絶対なんかマーケティングにおいてもそうですけど、物を売りに関しても、はい、まずターゲット絞らないと、はい、もう中途半端な宣伝になってしまう。そうですね。でも結構その絞るっていうのがなんかこうできない、まあ怖いですからね。なんかそうですね。よく見るなと思うんですけど。はい、なんか多分そのさっき西村さんがおっしゃった8割潰れるっていうところは、はいはい、なんだろうな、野心があってもいいと思うんですけど、はい、欲がありすぎるのかなっていうのは思います。あ、でだんだん何やっていいか分かんなくなって、はいはい、ぼやけるんですよ。でお金がなくなってくるともっとなんかもう自分の頭の中が尻滅裂になってくるので、はい、冷静な判断ができなくなってくるんですねっていう社長をいっぱい僕も見てきてるので、もう本当役場の人が危惧してるのは、はい、その助成金出したところが、はい、まあ潰れるっていうね、まあことごとく潰れるっていう、まあまあ税収の予算なんで、はい、まあそうですね、はい、なのでまあ、あとは本当覚悟だと思います。はいはいはい、本当に死ぬ気でやってますか、はい、っていうのと、うんうん、あと僕が事業を立ち上げるときによく、はい、
まあ、あのホリエモンとかも言ってますけど、はい、まずは、はい、成功するために1万時間突っ込めと、はい、1万時間をどれだけ短縮した、はい、まあ、短い日数で、はい、まあ、要は1日どんだけ働くのって話なんですけど、はいはい、1万時間をそのやる自分のパン屋さんやるとか、うん、ラーメン屋やるってなった時に1万時間を例えばこれ3人で立ち上げたら1人3000時間なんですよ、はい、なるほどですね、なるほどです。1万時間をそのことに対してどれだけ短時間でつぎ込めるかっていうのがこれ結構重要ってやっぱ言っていて、はい、なるほどですね。多分その8割のダメな人は、だからその役場も分からないですけど、役場にも申すもあれなんですけど、あの例えば助成金出すときにこれいいと思います。あのじゃあ西島さんが必見ですよ本当に。西島さんがこう来た時に僕が役場の人だったら、はい、いや西島さん屋根の会社やろうと思ってるかもしれないですけど、はいはい、じゃあ1万時間をの、授業計画引いてきてください、はい、ああ、はい、それいいですね、うん、覚悟ないとそれまず作れないですもん。いや作れないですね。で1万時間って1日8時間労働だったら、はいはい、まあまあかなり、はいはいはい、あの大変なんで、はい、そうですね。なるほどですね、はい、わかりました、はい、ちょっともう時間があれなんですけど、はい、そうですね、まだまだお話聞きたいところはあるんですが、今日はちょっと時間がないのですね、またちょっと機会があったらお話聞きたいと思います。ぜひ、はいはい、今回はコネクティングザドッツの、SNS マーケティングされている阿部康隆さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。